ということで、火曜日の16日。今日は良い日になる。若き YouTuber よ。運は君に味方する。フルートオブタイムっていうゲームが人気なのか。さ、あ、依頼を達成したんだね。今日はじゃあ3つお仕事久しぶりにあるかな。あ、あれね。クララが宣伝写真をクララソフトのトレンドを含む写真を投稿しようと。少なくとも2万いいねね。で、オーバータイマーをいっぱい取る必要があると。e スポーツ、ライフタイクーンの、ライブ配信か。ちょっとこれも難しくなってきたね。とりあえずやっておくか。クララソフトを入れて、オーバータイマーは多分家の後ろに飾っておけばいい。で、e スポーツライフタイクーンの動画ね。e スポーツライフタイクーンは多分なかったはず。で、オーバータイマー、あ、写真撮ればよかったんだっけ？オーバータイマーね。持ってなかったかな？アクション、これ違う。オーバータイマー、あ、クララソフトのアイコンだった。オーバータイマー。コンソールとゲーム。なかった、この中にオーバータイマー。アクション。買いに行かんとあかんか。うん。火曜日で、ライフタイクーンの配信やね。リアクション。MVP を獲得する。ブートオブタイムを持っていますが、誰もが話す。とりあえずプレイヤー1に行って、クララソフトの写真を撮れないか。あ、撮れるね。とりあえず撮っておこうか。投稿する。2万いいねは稼げるでしょう。というか300いいねだね。レインボーで、アクションついでに話しかける。ねえ、うんね。なんだ。クララソフトアクション。で、オーバータイマーね、これか。これを家に帰って、ブルーオブタイム、あ、このゲームね。e スポーツなんとかだったよね。e スポーツオブライフタイクーン、これだね。後ろに置いとけばいいでしょう、とりあえず今日も。バンドを脱退したってこれまでの人生においてとよくはわからんかった。とりあえず家に置いときましょう。ああ、そうだ。何か、まだやってんの？君が誰なのかな知らないけど。あれ、やらなかったっけこの前。不良に渡す漫画、あれ渡さなかったっけ。あ、話しかければよかった。とりあえずまだちょっと配信までには早いから、スポーツ、服屋さんまで行きましょうか。はい。入れないんだ。走ってかないとね。お、初めてだ。にっこりマークが出たの。もしかして、話しかけると終了かな？話しかけて。見事だね。この子はより多くの時間を読書に継ぐことになって、街を破壊する時間は減るだろうね。だいぶ前に俺が行った島から取ってきたもんだ。受け取ってくれ。気をつけてな。噛むからさ。何？お。何これ？ジャンユーの、まあ、飾ればいいのか。ついでに服なんかは買ってくか？ビーチサンダル。あ、靴系。買ってなかったね。ああ、そうだね。スポーツ用、バミューダ、ビキニボトム、これだけでいいのか。でもなぁ。とりあえずこんな感じか。バスケと、ライオン T シャツ。まあ、お金はいっぱいあるからね。ビキニトップとか、なんか。ああ、そうだ。部屋も大きくしようと思ってるんですよ。
お仕事、お仕事というか、お願いされたのはクララのファンのせ、あ、これまだ話しかけてなかった、もしかして。話しかけないと。いろいろ忘れてるね。まずはじゃあちょっと視聴者の方に行って、お家を開くしたいという申請を行っていきましょう。ドクターアミー&ゴーにも話しかけて。ドクターアミー&ゴーって、確かガムが好きって言ってなかったっけ？ああ、写真撮ったら解除された。ティナにも話しかけて。ついでに写真も撮る。で、なんですか？このバラは私の、あ、最愛の人にあげるために買ったのに、彼にあげる勇気が持てないの。彼に届けてくれない？ドリアンも毎週月、ドリアン？毎週月曜日に？なんだろう、ドリアン？ドドリアン？まだ会ったことない人だよね。毎週月曜日に、なんだっけ？ああ、このフランス料理を食べに来るのか。ほーん。ティナのキューピッドになろうということで。とりあえずはまだ。お家の建築許可証。で、大きくして、半分使うね、金額としては。で、あとはな、必要ないね。リコ。結構最近話してなかったな。とりあえず写真撮って投稿しておこう。あんまり喜んでなかった。あれ？ハッシュタグの人がいる。あ、そうだ。今日のインスタライフ見てない。何？あの人は何の人だ？嵐と一緒に写真を撮ったんだ。ちょっと撮りたくないけど撮っておくか。携帯で何の話をしてるんですか。はい、こんな感じ。ということで、バズり動画をいっぱいあげる必要があるね、帰って。あー、クララにも話しかけないと。いろいろやりたいことあるね、本当に。さあ、クララ来ましたよ、ということで。なんか鍛えるといいことあるのかな。クララにありがとう。あの男に、あと、あの男、ダメだ。あの男は私にまた早くボクシングをやるべきだと押し付けるのはやめるって言ってくれたわ。お、彼は私の昔のボクシング着をあなたにあげたいみたいね。もらっておいてよ。忘れられたい思い出が蘇るだけだし。お、さてて、さてと、もう行かなきゃ。ファンに私のコンバットダンスの動画アップロードするって約束しちゃったから、最後に見たいよ。これがコンバットダンス？これで写真撮るときにダンスも撮れるっていうわけですね。OK。とりあえずじゃあ写真を撮って、親密度も上げていきましょう。目つぶってた。よし。とりあえず、そういえばなんだ？最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。